チャンネルラップラス、ガグ MC です。祝1万回再生、男の夢、豪華メルセデスベンツのキャンピングカーで旅。ラップラス、ラップラス、目的はラップで世界を暮らすの方に。旅するラッパー、ガグ MC です。このチャンネルをリニューアルして北関連の動画をたくさんアップいたしました。パーキングエリアに泊まるのちょっとなんか、さあヒノキで、先日ですね、僕が作ったオリジナルキャンピングカーの動画をアップしたんですけれども、たくさんの方が見てくださいました。ありがとうございます。1万回再生をですね、なんと超えるというですね、びっくりしておりますけれども、で、気がついたんですが、それを見てる方ほぼほぼ男、その他キャンピングカー関連の動画も、漏れなく男、ミュージックビデオなどは女性の方もたくさん見てくださってる、みたいなんですけれども、なぜかこうキャンピングカー関係の動画をアップするとですね、男の方ばっかりが見ているという、女性には分かっていただけないんでしょうか、この、世界。僕の心情というかキャッチコピーは、人生にキャンピングカーを、なんでございます。このキャンピングカーがあるおかげで生活が豊かになる。まあ僕は男性ですから、やっぱり男の隠れ家みたいなところに、ついつい憧れを持ってしまうんですけれども、その隠れ家が移動できる、車だったらこれ最高じゃねえかなみたいな、20代の頃からそういうふうに思っておりました。で、ある時からライブのツアーに使う車をキャンピングカーに変えたところ、これがすごくいい。ここ 4,5 年いろんな車に乗り継いで、たどり着いたのが僕の学 MC オリジナルキャンピングカーということで、先日アップしたその動画なんですけれども、一昨年2018年に使っていたキャンピングカー、これがマジですごく良かったので、今日は、その車をご紹介したいと思います。ベースの車はなんとメルセデスベンツ、40泊22公演。では早速その動画を見てもらいましょう。どうぞ。今日は我々がお世話になっております、今回のキャンピングカー Life is a Journey Go、 こちらをご紹介したいと思っております。基本的にはメルセデスベンツ、乗ったことない、いい車ですよこれ、ドイツ製。そしてこうババババンと来まして、もうとにかく今まで乗った車の中でもう一番でかい、だから男4人が乗っても何の問題もない。中ではもうすでに修吾くんがおはようございます。おはようございます。ただいま今何やってますか。今仕様と作業してます。パソコン作業。はい、パソコン作業。我々このライフイザジャーニーをコンセントが至るところにありまして、充電もバッチリでございます。あと僕が一番ね好きなのはこれですね、電窓。電窓、これがですね、寝てる時に星見えますね。見えます。素晴らしいです。天窓あります。で、これが、一応4人掛けのメインのリビングテーブルになるんですけれども、これが、ベッドに変わったりします。その模様はこちら。はい、ベッドになります。で、今この集合が座ってる椅子が回転して助手席になりますけれどもね。ガス台、3つついてます。もう料理バッチリできます。水回りもあります。そしてなんとありがたいのはこれ、でん、人命の力。これ助かってますね。電池です。そしてこれが冷蔵庫、もうちゃんと生活感出てますよね。はい、ありがとうございます。いろんな人からたくさんの差し入れいただきました、ありがとうございます。そしてもこっちがダブルベッドになっておりますね。で、奥が、トイレとシャワーなんですけど、これ一応あの楽器とかあのサウナいっぱい入ってるんで、トイレとシャワーは使っておりません。これ上登りになっておりますが、上には一応ソーラーシステムがついておりまして、太陽からの電気をいただいて、まあ、ちょっとでも充電の足しにしようということになってるんでしょうかね。男4人がですね、ほぼ1ヶ月、これでやりくりしてるんですけれども、とにかくまあいろんな経験をしておりまして、一言で言うと、楽しい、はい、男の夢が詰まってると思います。ありがとうございます。行くぞ。
まだくすぐ。せーの、できたー。はい、きっとですね、購入を考えてらっしゃる方、キャンピングカー、所有してみたいなと思う方がたくさん見てくださってると思うんですけれども、この車をですね、その40泊使って思うところもたくさんありました。まずね、ベンツなんで、とにかくもうパンチ力がある、もうすれ違う車みんながこう注目していきますし、特にそのキャンピングカーオーナーが道ですれ違ったりすると、こうはーいなんて言ってあげたりするんですけど、まあ大体やってもらえるというか、とにかくキャンピングカーを所有してる方からも一目置かれやすい。もちろん普通の方も、うわなんだこの車はみたいな、たくさんの方がこう話しかけてくださって、これ中見ていいですかとか、まあ人とのコミュニケーションが生まれるっていう、それなかなかね、いいな、人と人とをつないでくれる素敵な車なんじゃないかなと思いました。荷物がたくさん入るんで、僕らみたいにその楽器を運びながら、ツアーするメンバーにはとても向いていたな。だから普通の方だったらキャンプ道具いっぱい入れて、テントだ、ターフだ、食材だ、バーベキューセットだ、自転車だ、もういろんなもの積んで、旅出れるので、これぐらいのサイズがあると本当になんていうかですね、ゆったり大容量で生きていける。これはなかなかの魅力なんじゃないかなというふうに思いました。一方マイナス点はですね、やはりこのサイズゆえに、やっぱりその都心部の移動がちょっと神経使ったかなっていうのはもちろんあります。駐車場ね、この駐車場探すのが結構大変で、コインパーキングで屋根があるようなところ全部が全部入れるわけではもちろんありませんでしたね。なので事前に調べてった方がいいかなっていう印象はありましたかね。あとは、まあ、ダブルベッドが2つで男4人なので、まあ、就寝人数的には足りてるんですけれども、やっぱり男子が同じベッドで寝るのもちょっとどうかなっていうのはあったんで、僕らは寝袋をこうハスにしてね、逆にして寝てたりしたんですけれども、使う想定がご家族で、ご夫婦と、まあ、子供とみたいな人たちだったら、全くもって問題ないのかなというふうには思います。スペックはこんな感じでした。で、この車の良いところを、今僕が使ってる学号にもたくさん受け継いでおりまして、例えばその木の感じ、素晴らしいな、これリクエストしましたし、電子レンジが本当大活躍だったんで電子レンジつけてもらいましたし、ソーラーシステムがあることによってエンジンをかけなくても電気が使えた魅力だったので、これももちろん今の僕の車に生きております。このね、僕が使ったそのライフイザジャーニー号、メルセデスベンツのこのキャンピングカーなんですけれども、普通にレンタルで借りることができるので、もしチャンスがあればぜひ使ってみてください。まあ、結論ですね、キャンピングカーは目的によって選ぶのが一番いいと思っておりまして、僕ら音楽人はとにかくその楽器や機材だ、いろんなものを詰めて旅するので、大容量で大きなものがいいっていうところだったんですけれども、ご夫婦とかで2人でいいんだったら、今流行りのね、軽キャンみたいなものでももちろんいいですし、長距離をとにかく走るっていうんだったら、ハイエースベースみたいな乗り心地がいいもの、トラックベースじゃないハイエースベースでできたようなものだと、ロードノイズなんかもすごく小さくていいんじゃないかなというふうにも思います。友人と出かけるのか、家族と出かけるのか、一人で出かけるのか、恋人と出かけるのか、パソコンをですね持ち込んでそこをオフィスにするのか、まあいろんな使い方あると思うんですけれども、それに合わせていろんな車を検討してみるのがいいんじゃないかなと僕は思っております。なのでね、まずはとにかく借りてみて、使ってみて、ワクワクしてみて、やっぱキャンピングカーいいなっていうふうに思ってもらえると、僕としても嬉しい。やっぱり人生にキャンピングカーを、これ間違いないんじゃないかなと僕学 MC は思っております。あなたの人生にもキャンピングカーを。このチャンネルラップラスでは、僕学 MC の音楽やライフスタイルを楽しみながら皆様と共有していければなと、このように思っております。ぜひですね、チャンネル登録、そしていいね、よろしくお願いします。それではまた会いましょう。じゃあね。ラップラス、ラップラス、必要な時はいつでもコーミーラップラス、ラップラス、東に仕切った南行くぜ全方位ラップラス、ラップラス、このリリック歌詞が表すようにラップラス、ラップラス、本日もラップで世界をプラスの方